今日は日医会、まあ、あの日医会、日医会総本部の、加藤文康さんなもんですから、日医会の会員に向けて、まあ、会員インタビューということでやらせていただくんですけれども、はい、まあ、日医会の会員の方で加藤さんのことを、まあ、知らない人もこういると思うんですから、本当に今日はまあ、子供時代からというか若い時からこう今日までこう今までやってきたことを本当にそのままこう話していただければと思いまして、でまず本当に子供時代からになっちゃうんですけど、まあ、子供時代そして仕事に就く前までのところって、どんな利用の世界に入る前ってこと？前ですね。どんな子供でしたというか、まあ、あの、はい、私あの、はい、まあ、農家の次男坊に生まれたものですから、まあ、あの当時はまだ、まあ、今ほど日本の経済も発展してなかったので、まあ、あの長男が農家後を継いで、まあ、次男は、まあ、独立して、はい、あの自分での力で、まあ、生きていくみたいな、はい、あの育て方をされあの親から受けながら、まあ、育ったというのが実態でしょうね。はい、まあ、そんな中であの終戦当時からずっと池袋 の, あ, のあるその利用士の方が家にあの挑発っていうか、まあ理髪に来てくれてたんですね。1ヶ月に1度ぐらい。だから僕はあの子供の頃からあのお店に行ったことなくて、家に来てくれるっていうのがあのまあずっとそういう環境で育って、それであのまあ当時ね、まだ戦後物資のない頃だったんでしょうけども、あの家の野菜だとか、うん、あの作物食べ物を物々、うん、交換みたいにして、まあ、持って行ってというようなことが、はいはい、そう昭和33、34年まで続いたのかなと思いますね。はい、ちょうど、まあ、あの小学校行ってる間くらいは、まあ、そんな感じでしたね。で、まあ、あの周りからあの、まあ、当時あの終戦後で食べ物がない時に、まあ、その床屋さんはあの腕に職がつけば食べ物にも困らないみたいなことをですね、はい、まあ小耳に挟みながらあの、はい、まあ、成長したんでしょうね。はい、まあ、それでただまあそれはそれとして、まあ、中学校に行くようになって、まあ、あの進学しようと思ってたもんですから、はい、まあ、あの学校のクラスもまあその進学クラスに入って、まあ、勉強してたんですけども、うん、まああのまあ、県内であのあそこに行きたいっていう、まあ、志望校が、まあ、あって、はいはい、まあ、そこに向かってその、まあ、勉強してたんだけども、まあ、どうもギリギリですごい難しそうだっていうのが、はい、あの中学3年の1学期の終わったぐらいに、はい、あの先生との面談で、はい、まあ、そう言われた時に、はい、まあ、進路を変えるのはしゃらくさいなというふうなこともあって、あのまあもともとその志望校に行くつもりだったので、まあ行かないんだったらいっそのことと言った時に、まあその小学校の頃 の, その池袋から来てくれてた床屋さんを思い出したんでしょうね。そうもうあの頭で勝負できないんだったら手に職つけようかっていうふうな発想をして、はい、で中学3年の夏休みの時に、はい、担任の先生に、はい、まあ、そのことを話をして、はい、で一挙に方向を変えたんですよね。はい、で、まあ、たまたまでもその縁故も何もなかったので、はい、そのまあ埼玉の地元の、まあ、その理由の学校にでも行くのかな、はい、行けばいいのかなと思ってたんですけども、はい、たまたまその同じ同学年3年生の中に、うん、あの結果的に利用の道に入った人が180人ぐらいの卒業生の中で4人いたんですが、あ、まあ、3人男で1人女性だったんですけども、うん、まあ、その中 の, その私を除いた2人の男は、両方とも、まあ、お店 の, その指定だったんですね。あ、はい、で2人とも行く学校が、まあ、代々木に行くというのを、まあ、実はもうその埼玉の利用学校に願書を出してしまってから聞いて、はいはいはい、で急遽、はい、あの
代々木の中国高等理容学校に、はい、まあ、その行く先を変更したというのが、はい、まあ、中学時代の記憶ですね。で、まあ、理容学校には行ったんですけども、はい、結果的に通い始めて2週間ぐらいの時に、はい、あの実は後悔してあの、まあ、失敗したなって、まあ、進路間違ったなと思って、はい、もう親にこう泣きついたんですね、はい、あの、まあ、どこでも、まあまあ、4月中旬ぐらいまで行ってましたけども、はい、まあ、どっかになんとか潜り込めるかなという感じで、はい、まあ、あの親に泣きついたんですけども、まあ、もう一度決めたものを2週間ぐらいですぐに進路を変えるとは何事だって親父に叱られて、で諦めて、もうしょうがないんじゃ理容学校1年とにかく行くかっていう感じで行ったのが、まあ、理容学校代々木まで1年間通いましたね。あ、まあ、その辺りはまだ普通の子供さんっていう感じですよね。そうですね、あの、まあ、利用の環境ってのは全くないわけなので、はい、まあ、あのただ単にその職業の一つ程度にっきり考えてなかったので、うん、まあ、あの美容あの利用からそのどこ利用学校を卒業してから、まあ、どこに就職するかなんていうこともですね、うん、まあ、一切あんまり考え、はい、深い考えもなくて、はい、まあ、当時私テニスやってましたんで、はい、まあ、テニスを楽しみながら、はい、まあ、仕事でもやれればいいのかなぐらいに思っていましたね。そして理容学校を卒業して理容西村に入店したわけですよね、はい、その修行時代っていうのはどうでした？まず、はい、まあ、理容学校を卒業する前に、うん、まあ、その進路相談、はい、まあ、私あの笠原先生のクラスだったんですが、はい、あの環境が全くないので、まあ、どこでもいいですから先生あの私があの行くところを先生選んでくださいって言って、うん、あのお願いをしたんですね、はい、そしたら加藤君は厳しくても大丈夫なのって、まあ、聞かれたんですね、はい、で、もともとその、まあ、そういうどうせやるんだったらっていうような気持ちもあったもんですから、はいはい、いやあの先生私厳しい方がいいですみたいなことを言って、はいはい、だったらとってもいい先生がいる、はい、いらっしゃるということで、はいはい、結果的に、年末の、まあ、実習っていうんですか、はいはい、実習の時に、当時10月に、世田谷区砧でオープンした、西村幸雄先生のお店、ちょうどだから1ヶ月半ぐらいした12月の中旬に私は面談に伺って、その頃実はその時にもう父親と一緒に行ったんですね私、はい、でいろいろお話をさせていただいて、うん、帰り際に私の父親がえらいその先生を気に入ったというか、うん、あの先生はいい先生だみたいなことを言いながら、はい、まあ、2人で、はい、帰ってきたのを覚えています、はいはい、まあ、そんなことがあって、はい、まあ、その翌年の4月に、うん、まあ、修行に入ったんですけども、まあ、感覚的にはだから修行に入るっていう感覚は全くなくて、まあ、あの私はもうだからその就職するではないですけども、まあ、仕事を覚えに、まあ、その入門するみたいな形でしたね。で入って一番未だに忘れられないのは、あの入って間もなく、あの月曜日の休みの日に、はい、あの仲間あの中学校の時の知り合いがお寿司屋さんの修行で、まあ、あの四ツ谷にいたもんですから、はい、あのまあ、四ツ谷駅のちょうどあの線路の麓にある、はい、今でもありますけどもテニスコートで、はい、あのテニスをやろうっていうんで、はい、まあ、テニスを休みにやりに行ったんですね、はい、で帰ってきて、はい、でその後何のあれもなく、まあ、帰ってたんですけども、まあ、先輩からえらい叱られたことがあって、まあ、その時にですね、あ、休みの日も自由になんないのかなっていうぐらいの、まあ、感覚で、あのいましたね。まあ、あのいろんなことがありましたけども、それ以来あの、まあ、休みの日には、まあ、なかなか好きなことはできないというふうに、まあ、覚悟を決めたりも
まあ、した日でしたね、きっかけでしたね。あ、楽しい、その修行時代、楽しい思い出というよりもあれですか、どちらかというと苦しい思い出ですか。そうですね、たまたま私はその、はい、何のその予備知識も環境もなく、はい、まあ、西村に入門して、はい、で当時、まあ、静岡から、はい、もう先生のもとに開店のお手伝いにいらっしゃってた、うん、その中島さんという先輩と、うん、あと久米沼の斉藤先生のところから、うん、やはり同じように、まあ、通われてた、まあ、仲間さんが、はい、まあ、両先輩がいらっしゃって、私そこにまあ入ったわけなんですけども、うん、でその、まあ、当時はですね、うん、お前は西村の一番弟子なんだからな、うん、そのつもりで鍛えるから、うん、そのしっかり勉強しなきゃダメだぞとかって言われてもですね、うん、最初は何のことやらよく意味がわからないという中で、うん、まあ、育っていったというのが、まあ、実態でしたね。ただ、まあ、そのことは、まあ、徐々に徐々に、はい、まあ、いろいろなところから知識を得て、まあ、あんまりその責任感とかいろいろな部分で、その自分自身 その自覚は本来もともとなかったんですけども、はい、まあ、でも自分の置かれた境遇が、ああそうなのかと、じゃあやっぱり先生を裏切ることはできないし、その何とか自分の能力の範囲内で、うん、そのまあ、期待をもししていただくんなら、うん、それに応えるような、うん、まあ、形にしなければいけないなということで、うん、まあ、仕事は一生懸命覚えました、うん、あ、はい、で、まあ、先輩後輩という部分でも、うん、まあ、私はその、まあ、先ほど言ったように、まあ、中学卒業して理容学校出て入ったもんですから、うん、実はすぐ下の後輩が、まあ、私が1学年下で入ってきたんですけども、その後もみんなも高等学校卒業してきてるので、私の兄弟弟子みんな同い年か年上の人っていうので、私は5年間在籍する中で年下の人って結局いなかったっていうのが、まあ、実態なんですね。まあ、そんな中で、まあ、その先輩後輩ではないんですけども、そのなんとか、まあ、そのいわゆるまあ、西村の家風みたいなものをどうやってその後輩に伝えようかと、まあ、今思えば滑稽ですけども、18、19、20、20歳、21ぐらいの時によくまあそんなことを考えながらやってたもんだなとはまあ思いますけども、でもその当時はなんか一生懸命なんかそんなことやってましたね。ああ、そうですか。それが自分自身の自分の人生にとって結果的にはすごい勉強になったというのは、あと振り返ると本当に良かったですね。私、はい、まあ、田舎で、埼玉の田舎で育ってますので、うん、まあ、教育らしい教育、いわゆるその生活、うん、育ち、それから常識、うん、言葉遣い、そんなものを全くその教えられずに、うん、のほずに育ってるので、うん、まあ本当にただの、まあ、お兄ちゃんというかあんちゃんだったんですけども、まあ、本当に西村で言葉の使い方、一般常識、朝起きてから夜寝るまでの、まあ、一挙手一投足、まあ、廊下での挨拶の仕方だとか、畳の上での挨拶の仕方とか、いろんなことを教わったので、それがだけど本当に後々役に立ったなというふうには思いましたね。そんな修行時代でした。じゃあ、まあ今日の原点がそこにあるとも言えるということですか。はい、独立されたわけで、ちょっとよそにも勤めてからですか。そうですね、まあ全く順調ではなかった、まあ、卒業するときにですね、はい、実は先生から、まあ、実は私の後輩も何人かの方、学校の教職に疲れた方もいらっしゃいますけども、まあ、私も一番弟子だったので、まあ、将来のことを、まあ、言われた時にそんなお話を先生からいただいたこともあったんですね。ただ、まあ、私は基礎教育をね受けてないので、
まあ、それは自分の分ではないだろうというふうなこともあって、はい、いや先生それはちょっと私は考えてないですということで、まあ、お断りをさせていただいて、はい、で、まあ、他のところも紹介をさせて紹介していただいたりもしたんですが、はい、結果的には、先生の行為を、まあ、裏切るというかね、無にするような形で、はい、私は純然たるその職人の世界に飛び込んだんですね。なぜかというと、まあ、斎藤義学、まあ、日医会という中で、まあ、基本にのっとってその、まあ、その利用の義学を、まあ、習得する、はい、で、まあ、一通りの、まあ、その、まあ、技術が習得できるようになった時に、はいはい、技術の習得とその営業、要するに繁盛する店作りって、はい、どうなのかなっていうようなことをね、はい、考えたんですね。で、まあ、5年間の修行という形で、まあ、させていただいたので、うん、この次は、うん、その今まで自分で体験してなかった、うん、経験してなかったものを、はい、まあ、経験したいということで、はい、全くのその、まあ、職人の世界に、まあ、自分の意思で飛び込んだという、はいはい、まあ、また改めて、はい、まあ、中二階というか屋根裏のようなところに、ね、地方から出てきた職人さん仲間と一緒にあ、まあ、ごろ寝をしながら、はい、住み込みで働いたところが、うん、まあ、当時ものすごいやっぱ繁盛店だったんですね。でそこで、まあ、職人生活をすることによって、うん、そのまあいわゆる斎藤義学の、はい、まあ、実践と、はいはい、それから斎藤義学とは別の路線を歩みながら、はい、お客様に満足を提供している職人さんたちの世界というのを、はい、まあ、垣間見たというのが、はいはい、その後のその独立に際して非常に参考になりましたね。はい、そうですか。一つは、はい、そのお店をやるのに、はい、まあ、まあ、要するにその理容学校を卒業してインターンから受け入れて、はいはい、技術を教えながら一人前にしていくっていう過程があるじゃないですか、はいはいはい、その他に、はい、よそでも出来上がった人間を給料で雇って、はい、でその生産性を上げていくっていう、はい、まあ、2つの方法があるとすると、はいはいはい、まあ、私最初の5年はまあ前半をやって、はい、あとの2年ちょっとでしたけども、はい、2年ちょっとはこれをこう後ろをやったわけなんですよね。はい、でその時にこれは商売やるんだったら後者だなっていうふうに実は思ったんですよ。はいはいはい、ですので最初に作ったお店というのは、はい、最初が職人を集めた私駅前の、はい、四季の南口の駅前のホムラを始めた時には、はいはい、最初からもうだから、その中途採用者を集めてやったんですよ。はいはい、ところがでもまあそんな考えたらうまくいかなくてね、うん、出たり入ったりをこう繰り返しながらでしたけども、はい、まあ、しばらくそれでやっていて、はい、まあ自分は先生から本当に教わった身でありながら、はい、人に教えるのは面倒くさいなぐらいの感じで思っていて、はい、まあ、手っ取り早く商売がやれる方がいいんじゃないかなっていうんで、それででも3年4年やりましたかね。ああはい、美容に行く前の年ですか。はい、美容に行く前。だから当時こういう名刺出していいのかな、はい、全然、星野だとか、はいはい、木村だ、はい、まあ、木村君とのもいたんですけどもね、はいはい、本当にだから3年ぐらいしてからなんですよね。まあ、未だに付き合ってる何人かが、まあ、入ってきたんですね。はい、でそれはまあ、まあ、仕事を教えてほしいって言って入ってきたのもいるんですけども、まあ、自分としてはだからそのいわゆるその、まあ、まあ、いわゆるその徒弟制度みたいな、まあ、その家に住み込ませてっていうふうな発想は全くしてなかったので、まあ、駅の近くに店を作って、アパートを借りてそこに通わせて、まあ、夜終わってから勉強会で、まあ、その技術を見るみたいな形を何年かやって、ちょうど5年
ぐらいやってたんですね。利用後5年だから、はい、あのまま行ったら、はい、そのまあ、どうなってたかわからないんですけども、はいはい、で4年半ぐらい経った時に、はい、ある、まあ、以前の仲間に誘われて、うん、まあ、ヨーロッパ の, あのビダルサスの研修ツアーに誘われたんですよ、はい、